際毎度をかけた NHK マイルカップパドック、各馬の馬体重をお伝えします。1番キングズオブザサン、前走サツキ賞15着、そこから増減はなく464キロ。2番タガノブルク、前走オープン戦を制した時からマイナス6キロ、428キロです。3番ダンスキャンサー、前走オープンを勝った時からは増減なく466キロです。そして4番、こちらが2番人気ロサギガンキア、メンバー中唯一500キロを超えています。サツキ賞10着、その時からはマイナス2キロ、526キロです。5番湘南アチーブ、ニュージーランドトロフィーの勝ち馬、そこからプラス4キロで474キロです。6番がベルルミエール、前走からはマイナス6キロです。444キロでの出走。7番蓬莱アクホ、桜花賞は4着、その時からはマイナス2キロで440キロです。8番サトノルパン、中6周での本番です。バルコンステークス2着、その時からはプラス6キロで454キロです。9番はアトム、前走は出走取り消し、その前の朝日杯フューチュリティステークス、その時からはプラス12キロ、460キロです。そして現在断然の1番人気は10番のミッキーアイル、4連勝中。前走アーリントンカップを開催をした時からプラス8キロ、馬体重を戻す形になりました。478キロでの出走です。11番カラダレジェンド、前走からはマイナス6キロ、464キロです。12番湘南馬立ち、ニュージーランドトロフィー2着、この時と比べてマイナス2キロ、474キロ。13番はアルマエナルド、アルマエルナト、466キロ、前走からプラス2キロです。14番がウィン・フェニックス、前走からはプラス2キロで452キロ。15番はアドマイヤ美人、前走からマイナス10キロ、468キロ。16番がエイシングルズライ、前走毎日杯2着、この時と比べてマイナス2キロ、450キロです。17番はマイネルディアベル、前走からは増減がありません、442キロです。最後18番ピークトラム、500万条件を勝った時からマイナス4キロ、460キロでの出走。以上18頭の馬体重でした。